これは不動明王ですね、うん、ギガ風に書いたんですけどね。あの僕はね、こういうギガを書いているのもですね、やはり教えのために武道を知っていただこうという僕の一つの方法としてね、こう修行のその過程においてね、ずっと絵を描いてきてね、メモリーにしておいたことですね。それがギガです。武道ギガですね。その無我ということで、武道のやっぱり極意はですね、陰陽を超越しているということですね。それを表現しているお地蔵様ですね。これは小鳥国宝術のね、急所です。初めてできた時にね、大仏さんを描いたんですよね、大仏っていうのはね、大きな仏と描きますけど、そうでなくてね、人間信用することによってね、大物になりなさいということでね、この大仏をね、指導士会で初めて描いて、まあ、皆さんの健康とあれを一貫することを祈ったわけですね、これは五段の弟子と。五段の弟子だって後ろから殴ったからいいってもんじゃなくて、それを避けたからいいってもんじゃなくてね、その大自然の変化、天地人三才にね、こう察知できるようなね、ことで、後ろから来たの流ってきたのを避けるための殺気じゃないんですよね。天地人三才、そういう危険なことから避けることができるようなね、これは司法のテストです。五段のテストですね。そういう感覚を武道やって養うわけですね、はい、高松先生がね、まあ、例えば人間と虫と一緒に例えたんですけどね、うん、虫だってね、馬の尻尾に捕まっていれば、ね、一緒に行けると、ね、だから師匠に捕まっていれば、はい、やっぱり一緒に行けるんだと、はい、いうこともありますけどもね、やっぱり何かにね、大切なものにね、捕まっていればね、はい、自分もそのようにね、大物になっていくってことですね、はい、それを表しているわけです、はい、馬のね、馬の尻尾に捕まっていく大変ですよ。なかなか捕まりませんよね、線で行くっていうけど、はい、これ木剣はね、この刀剣なんですけどもね、戦う鳥なんですけど、やっぱり負けた時にね、我木剣ならずという言葉を残したのがね、非常に有名なんですけどもね、はい、これはね、小通りの国宝術はね、敵手対した場合にはね、まつげを見なせ、眉毛を見なせ、ほう、全体が見えると、はい、目を見てるとね、やっぱり虜になったりね、はあ、しますからね、心の窓っていうんでね、威圧されますからね、目を見ないで、はい、やっぱり眉を見なさいと、この小通りの国宝術であるんです、うんうんうん、これ万宣集会ですね。それよく信用するときにね、滝行なんかしますよね、まあ、そういう絵ですね、はい、弁慶様がね、義経を守るためにね、はい、立ち往生ってね、立って死んだわけですね、血だらけになってね。あ、これは瞑想ね、よく瞑想っていうこと言いますけどもね、潜在意識と顕在意識がありますよね、人間にはね、だから瞑想、目をつぶっていうのは顕在意識と潜在意識を結局消すわけですね、ずっと一貫してね、生きなさいということですね、この寒い辛い中でもね、不動心でね、さっきのあれにつながるわけですね。僕の絵を見ることによってね、こう何か心が豊かになったりね、楽しくなったり、僕はそれがいいと思うんですよね、
そういう中で何かこう教わるっていうか、自分の生き方の方向がまともな方に向かっていけるっていうかな。